すいません、ちょっとね、お尻の この辺触って、自分でまず触っておいてもらっていいですかね。はい、もうポニョポニョの感じ、はいはい、でも本当にこうやって、で止めてって時にこう止まらない、止まらない、はい、もうぐにゃぐにゃって感じ、これを一回ちょっと今からね、一回調整入れますね。今チャックにちょっとエネルギーを入れさせてもらうと、そうすると脳からの指令が届くんで、さっきちょっとこう硬くなる、うん、で、わかります、こう踏ん張れる感じって出てきますか、うん、はい、でちょっとごめんね、少しこう押しといて、さっき言ったみたいに これが筋肉を動かす邪魔をおっしゃってる可能性が高くて、うん、でどうしても取れないっていうのは脳がこう反応しない、してなかったっていうことのような気がするんですが、うん、だから運動しても取れないし、ご飯を、ね、減らしても、ダイエットしても、ダイエットで、うん、はい、食事で制限しても取れないっていうのはこういうのみたい、ちょっと待ってね、はい、これでちょっと自分で触ってもらっていいですか、右と左の違いって、はい、ありますかね、感覚じゃないので、はい、あ、そうか、腕が、はいはいはい、いえいえ、はいはい、あ、でもなんかちょっとタランタランが、はい、タランタランが、はい、しっかりちょっと締まった感じが、はいはいはい、左もやっちゃいます、うん、左、そうです、左もやっちゃいます、うん、痛くない、一応こうされたらちょっと少し踏ん張ってください。ちょっとこんな短時間でね、まあ、両方で1分じゃ、ちょ1分強ぐらいだと思うんですけど、これで、で一回これで触ると思う、さっきよりだいぶこれが、うん、締まってきてるん で、うん、で今度は、ここが使えるようになって動いてくるともっと取れてくる、あ、でもだいぶもう違うんで。はい、右に触ってもらっていいですか、そしたらちょっと足踏みしてもらっていいですかね、はいはい、ちょっとその辺が変わるのか、はい、はい、そんな感じで、ね、見た目もちょっと僕今見ると本当に変わってるんで、はい、でそれが、はい、そう、右だけさ、はい、もう一回右触ってもらって感じを、だいぶいいでしょ、だいぶ違うんでね、はい、ありがとうございます。で、まあ、今のね、持つかななんですよね。結局皆さんそれがすごく大問題なんだけど、今言ったみたいに脳がここに、はい、この脂肪をあるのにないみたいな感じでずっと来ちゃったわけですよ。でそうすると、まあ、暴走しちゃうっていうか、まあ、つき放題でついちゃうだとか、逆につかないっていうのもあるのかもしれないですけど、このなんか肉がつかないみたいな、やっぱりこう、お尻がこう、細くなっちゃってみたいな、逆にね、そげちゃってって人もいるわけですよ、はい、でそうするとこれは今こう脳が認識したんで、もういらないものなら取りなさいよっていう信号が来て、で、まあ、当然歩くわけだからここを動かすわけじゃないですか、でそうすると、取れてくる、もっと取れてくる、もっと締まってくる、そんな可能性がで、10日ぐらい前にやった女の子が、女の人が昨日お友達連れてきてくれて、でその子が言ったのが、もう本当にお尻があれからすごい軽くてって、はいはい、だからずっと持ってるってことみたい で、お尻が軽くなると気分も軽くなるなんて言って、分かる分かる、はい、そんな